お正しな観光大使の五代美智子です。米沢の皆さん、お元気ですか？コロナウイルスに負けずに頑張りましょう。鷹山公がおっしゃるように、なせばなる、なさねばならぬ何事も。少ししんどいですけど頑張りましょう。口角をちょっと上げると笑顔になります。そして気持ちが明るくなります。では負けずに頑張りましょう。皆さんこんにちは。お正しな観光大使、漫画家のラズウェル細木です。長い冬も終わりまして、これから米沢は本当に美しく気持ちのいいシーズンを迎えるわけですが、この度新型コロナウイルスの脅威に世界中がさらされ、移動や旅行がままならない状態が続いております。観光大使としてもこの状況は誠に悔しい思いをしております。しかし今この時期は市民の皆様におかれましても、ご不自由極まりない日々と思いますが、ひたすら耐えるしかありません。一日も早くこの疫病が収まりますことを願い、またあの美味しい米沢牛や芋に、それから米沢の地酒に酔いしれる日々が来ることを願ってやみません。それまで皆さん共に頑張りましょう。ステイホーム。皆さん元気ですか？僕たち、私たち、はい、アーチューキーヨーと申します。はい、よろしくお願いします。はい、外出できずにストレスを感じている方も多いと思います。でもお家にいる方がストレスがたまらないと思います。なぜならコロナに感染しないから。どうでしょう。外に出てコロナに感染したかもというストレスを抱えるくらいなら、お家にいるのが一番安全。命を懸けて働いてくださる医療関係者、日常の生活を守るために働いてくださる方々の命を守るために、お家で過ごせる方はお家で過ごしましょう。私たちも大好きな米沢に一日でも早く帰れる日を願っています。皆さん一緒に頑張りましょう。 Stay home。米沢市の皆さん、こんにちは。米沢市出身のタレントの平塚千明です。今年は新型コロナウイルスの影響もあり、お祭りの延期や中止なども多くて、不要不急の外出を控える方がたくさんいらっしゃると思います。できるだけ外出は控えていただいて、お家の中でできるストレッチや軽い運動などをしていただいて、なるべくストレスをためないように過ごしていただけたらなと思います。米沢は今桜が見頃ですね。でも今は外出を控えて、今が頑張り時なので、本当に不要不急の外出は控えていただきたいなと思います。桜は来年も咲きます。なので来年また一緒に沖たまに今咲く満開の桜を一緒に見ましょう。私も頑張るから、みんなも頑張ってな。皆さんこんにちは。小野川温泉の公式キャラクター、小野川小町ちゃんを演じております、声優の村上夏実と申します。昨年の10月よりキャラクターと私がお正しな観光大使として米沢市と小野川温泉の PR をさせていただいております。米沢市には小野川温泉をはじめ8つの温泉、米沢八湯がございますが、今は各温泉地の皆様も、コロナウイルス対策として営業を自粛するなどじっと耐えております。無理にお越しになることはございませんので、落ち着いたら温泉に遊びに来て、温泉街でお買い物したり、ご当地グルメを食べたり、温泉に入ってゆったりしてくださいね。それから、今年の田んぼアートにはですね、私が演じる小野川小町ちゃんを選んでいただきました。ありがとうございます。そちらもぜひ見に来てくださいね。以上、小野川小町役の村上夏実でした。